マリア・エウヘニア・スアレス、リベーロ、エズバ・バリオ・ノルテで中等教育を修了した。中学1年の時だけはパレルモにある別の学校にも通っていた。当時から彼女は有名でテレビで働いていたので、スアレスは中学時代にいじめを受けて悩んでいたことをテレビで告白したことがある。2013年7月、スアレスは俳優ニコラス・カブレを父親に娘。 ルフィーナを出産した。2018年2月7日、彼女は恋人のベンジャミン・ビクーニャとの間にもう一人の娘、マグノリア・ビクーナ・スワレスを出産した。スワレスは11歳の時、連続テレビ番組、リンコーン・デルスで女優デビューを果たし、その番組では子役の一人だった。2004年に、彼女は連続テレビ番組、フロリシエンタで、クララの妹という派役を演じた。 一年後、彼女はアルゼンチンのアモールミオに、そして2006年にはアーモデカーサというシットコムに出演した。2007年から2010年にかけて、スアレスは連続テレビ番組、カシアンヘレスでジャスミン、ジャズロメーロ役を演じ、改作の舞台劇も演じた。この番組からスアレスがメンバーを務めた、音楽グループのティーン・エンジェルズが立ち上げられた。2011年初頭に、 スアレスはこのバンドを離脱するも、後に、カシアンヘレスでの演技が評価されて、キッズ・チョイス・アワード・アルゼンチンの、フェイバリット女優賞を受賞した。2011年から2012年にかけて、スアレスは、ロス・ユニコース出演者の一人だった。彼女は後に連続ミニドラマ、サンジュ・ディアス・フントスで、ニコラス・パウルスと共に主演を務めた。2013年、スアレスはコメディ番組、 ソラメンテボスにてカシアンヘレスでも共演したらり、エスポストと仕事をした。2014年には、テレビ小説、カミーノ・アアモールで、マリアーノ・マルティネス、セバスティアン・エステバネス、カリーナ、ザンピーニと共に主演を務めた。また2014年には、テレフェで放送されたモノマネ歌番組、ツカラミースエナ第2期で出演を打診され、そこでは、 映画、ムーラン・ルージュからニコール・キットマンの真似をした。このほかスアレスは、ダビッド・ビスバルの、おいというミュージックビデオでも主演した。2015年、スアレスは、小説の映画化作品、アブスルダ愚かな恋で、銀幕デビューを果たした。本作での演技が評価されて、彼女は、スール賞を最優秀新人女優部門で受賞した。7月には、プラティーノ賞のアルゼンチン映画大使を務めた。 この年に彼女は、ジャケット、ブラウス、パンツ、トップス、ドレス、財布、ネックレスなどを手掛ける独自の医療品ブランドも立ち上げた。2016年、スアレスは恋愛コメディー、エルヒロロホで主演し、共演者がベンジャミン・ビクーニャだった。彼女はまた、アニメ映画、シング、シングのアルゼンチン版で、ミーナ役の声優を務めた。2017年、スアレスは、 ガブリエル・ロロンの小説に基づく映画、ロスパ・デ・サイアンツで、再び、ビクーニャと共に主演を務めた。2019年、スアレスはテレビ歴史小説、アージェンティーナ、ティエラ・デ・アモール、ワイベン・ガンサでテレビ画面に戻ってきた。作中で彼女は、不合の男性と結婚するという約束で騙されて、アルゼンチンに向かったところを実際には、売春目的で連れてこられた。 ポーランド人女性、ラケルの役を演じた。その後、スアレスは、ツパルテデルトラットシリーズで主演を務め、女性警察官役を演じた。ありがとうございます。